はい、ご視聴の皆さんいらっしゃいませ、海なずです。 FF15 発売記念シリーズ踏破幕第15弾ファイナルファンタジー13 4日目の後半です。4日目で、第9章を進めて、バラバラになってた仲間が、一堂に再会できまして、でそのままパラメキアの飛空艇からなんとか、まあ、ボス戦とかこなしつつ脱出して、国運の、まあ、首都にあたるエデンっていうところにある、アークに運ばれまして、今そこを第10章でアークの攻略を進めてて、おそらく、あ、違う、アークは9章か、今9章だね、え、10章かあ、今10章か、うん、10章の、今終盤に来てるところですね。はい、というわけでこのアークの続きをやっていきましょう。さてね、あらすじ頑張って読もうね。あ、ちなみにですね、4日目の最後の方でも言ったんですが、ニコ生の方が、枠を移動しながらの放送になるので、ちょっと移動だの時だけね、と止めますね。そこだけちょっとご注意ください。では行きましょう。レインズの意志。ファルシと人間を創造した神は姿を消し、神なき世界は荒廃の一途をたどっている。滅びゆく世界を救うには神を呼び戻すしかない。神の帰還に必要な教義は数千万の命、国運に生きるすべての人々の死だ。ファルシが国運で人間を養ってきたのは、神に捧げる犠牲者を養殖するためだった。そして自己破壊を禁じられたファルシは、外敵を利用して破壊を、破滅を実現しようとしている。だが、ファルスの武士たちを見守り、国運を砕く力を身につけるまで密かに支援してきたのだという。そんな真実を明かしたレインズ准将の正体は、バルト・アンデルスに操られる武士だった。使命に従ってライトニングたちを援助し、誘導してきた彼だったが、最後の意志でファルシへの反逆を決意したのだ。ライトニングたちを撃って国運の滅亡を防ぐと、レインズには人としての夢があった。国運を救うという夢をかけて戦い、敗れた彼はクリスタルという永遠を手に入れる。ただそのクリスタルも、なんか砕け散るというか、なんかね、分解して消えていってしまいましたが。あ、それでですね、放送前に、今までね、全然触ってなかった、改造をちょっと行いまして、これ、サッズの武器だね。これを強化してみたら、マックスまで上がったんで、次、これね、このアイテムチェンジ系の何かが手に入るまでは多分こんな感じです。でね、物理がめちゃくちゃ上がってですね、なんと、アクセサリーで強化している魔法攻撃並みに上がりましてね。魔法で50上げてんだけどね。それと同等になったんで、まあ、アタッカーでも攻撃できるように、物理か、なったんだけど、どちらにしろね、ちょっとここに新たに、アタッカーブラスターのやつを入れるとなるとちょっと厳しいんだよね。まあブラスターでもね、物理攻撃が一応あるからね。まあそれを使い分けてくれればいいかなと思いますが。まあこれでね、ちょっとは、進行度が上がるんじゃないでしょうか。というわけで、続きやっていきましょう。多分ここまっすぐ行ったら終わるような気がするんだけどね。一応目的地見えてるからな。あれ、さっき見かけなかった敵がいるぞ。あ、追いつかれた。あ、追いつかれてない。
追いつかれたかと思ったら、よし、ダメージ上がってんのかな。てかスノーがさ高すぎて他が上がってるかどうかが分かりづらいよね。あ、でも結構上がってるか。うん、十分かな。で、スノーはね、とりあえず大丈夫そうだから、次、バニラのをあげたいね。結構ね、素材は、結構減ったんだよ。結構ね、この下の下の方まで行ってたけど。だ、次やるとき、買わないとダメかもしれない。さて、ラインどこよ、ここか。こいつらも若干後ろ見づらいよな。お前ここ今こっち向いてるよね。あー怖い怖い。後ろ向かねえかな。向かないよね、あいつね。向いてくれないよな。来てくれないんだよな。はい、クワティさんいらっしゃい。こんばんは。行くっきゃねえか。と、辛そうだな、ここ。頑張ろう。で、あいつを先だね。はい、バニラ使ってますよ。めでてあげてください。あまり映らないかもしれない。そうね、HP の関係で、やはりスノーをリーダーにしないと危なそうなので。ああ、やばいやばいやばい、死ぬ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 。死んだんじゃねえか。ああ、バニラ死んでる。やってしまったー。ただでさえ少ない。フェニックスの方が。アサルト。嘘。発見されたのを奇襲できたと思ったのに。くそー。しかも、素敵にが、2体いるじゃないか。あ、やばい。ダルされてる。ダルがでも撃たれたかな。どうしようもない。はい、消えろ。あ、やばいな、フェニックス。早く、挑発撃たせろ。あー、そうなのか。
まあ、一応パソコン版でもできますけどね。あ、サズ死んだ。マジでかい。続編はどうだったかわかんなかったけど、13はできるね、確か。おー、持ってかれる。やべ、死ぬぞ。なんかすげえダメージたくない。あ、防御下がってたからか。あいつマジで厄介やな。あー、またダル食らってる。勝手にだけだったらどうでも強ということはないんだけど、行動不能が厄介すぎるね。まあゴリ押ししてるから仕方ないな。しゃ、行こう。あ、入る。はい、5個目さんいらっしゃい。今、10章の、終盤ですね。やってる。はず。また強制戦闘か。あー、やはりバーサーか。2体かよ。強制戦闘じゃないよね。あ、だよね。ならいいや。ずっと眠っててほしいな。政府の奴らで、まずこういうものをパージしろ。こっち来い。あれ？来ない。あー、怖い怖い。後ろ向いてくれるかな？向かないか？後ずさりだけだな。ガチでやんなきゃダメか。いっか。反撃ののろし。あいつ、先、非縁剣だっけ？あー、やべえ、死んだ。また死んだよ、バニラ。やってしまった。優先の外貨でやるか。お、あ、こいつブレイクしてたのか。気づかんかった。
オッケー。いやー、フェニックスの1個もったいなかったな。そう、あれか、そろそろ HP じゃなくて、耐性を上げるべきかな。さっと、さっと、さっと。えい。やったー、奇襲成功。そうなんだ、多分ね、もっとね、頭のいい人だとね、簡単にやってのけるんじゃなかろうか。先手さえ取れればって感じだな、ほんとな。なんかアイテムある？暗くて見えないけど、なさそうだよな。ないねー。おセーブして、サッツの武器強化してみたけど、あまり難易度が変わってない気がするな。うん？ここ見覚えある？道が消えた。崖の下はどうなってんだ？伝説の通りなら迷宮だね。ルシの力を鍛える訓練場さ。グランパルスの兵器と魔物がうようよだ。進めば国運を壊す化け物か。とどまってりゃここで死骸だ。ちくしょう！出口はどこだ？出口なんて鼻からないんだろ。上等だ。俺は決めたぜ。死骸になっちまうとしても、その瞬間までセラに胸張れる道を選ぶ。俺、セラの涙は別れの涙だって認めたくなかった。だから必死でセラを探してた。バカだよな。セラはいつだってここにいたんだ。ここで俺のことを見守ってくれてた。今ならわかる。涙の意味は使命に負けるなだ。俺らを導いてるのはファルシじゃねえ。セラやレインズ、それに本当の使命が何だっていい。俺の願いは最後まで国運を守り抜く、これしかねえ。私も守るよ。スノー、おかえり。認めねえよ。お前らが意志を貫くってなら私もだ。おい、国運なんて滅んでもいい。ルシを憎んでる連中が何人死のうが関係ねえ。仲間が死骸になるよりマシだ。お前らができねえっつうなら私だけでやる。
先へ進んで力をつけて古墳をぶっ壊してやる。なんで死骸になったらおしまいなんだよ。私が助けたいのは、私は哀れもってのか。助けてくれるってんじゃねえの。ああそうさ、召喚獣はルシを救いに現れる。迷えるルシを殺して楽にしてやろうってな。迷ってから出てきたわけか。マヤ、私は救いにすがる気はない。ファルシの思惑に乗る気もない。使命、最後まで戦いたい。だからファング、助けてくれないか。スノーをはぶられた、サズもはぶられた。アクセサリーつけてねえよ。バハムト。さて、ブラスターディフェンダージャマーでやれってか。そもそもさ、まともに待って、一旦フェニックで回復するぞ。あー、ライトニング死んどるやんけ。受けて立つよ。つらいよー、つらいよ。終わった。これは一旦リスタートですな。とね、アクセサリーとかね、つけさせてほしいよね。特に召喚獣バトルなんかきついに決まってる。くそー。メニュー選択できるかな。どっからだろう。ね、強制入れ替えの戦闘はなかなかハードやね。どうしよう。とりあえずこいつ外して、そう、あのね、主要メンバー以外は外してたんだよ。カーボン、ゴールド、どうしようかな。そもそもあれだな、クリスタリウムをこの後ろさんに今いじってねえんだよな。いじっとこう。はい、フレッシュの方もこんばんは、いらっしゃいませ。ちょっとロールレベル上げよう。
はい、行ってらっしゃい。この先はちょっとでかいよな。あ、でも100は取っときたい。あとはブラスター伸ばすか。物理。違う。こっちか。何がある？この辺まで上げるか。ブレイクチェーンで。どうすっかなぁ。4000だもんなぁ、もう。あ、ここ行こう。遡って取ってないところ取ってこようか。この辺はもう取ったか。タッカーで。この辺は大丈夫かな。あっち取ってないとこあるな。オッケー。で、ファンガー。ファンガーとりあえず HP を伸ばしたい。1000で、ロールレベル上げよう。あー、確かにね、スペア版とかと似てるかもしれない。HP、リベンジチャージ。とりあえず HP。回避しないとカウンターしないのか。それはちょっと使いづらいな。これはこれでいいとして、次チャーマーだな。HP、フォーグ系か。いるかな。はい、それでは、ニコ生の方枠移動ですね。すぐに取りますので少々お待ちください。はい、お疲れ。はい、ではニコ生枠移動したので続きをやっていきましょう。で、どうしようかな。残りをどうしよう。他、下の方で取ってないところあるかな。こいっちはないか。
なんかある？なさそう。ディフェンダーはある気がするな。あるな。あ、でもこれ、この辺、必要かどうかちょっとわかりづらいな。物理だけ取ろうか。あ、クエイクね。ちょ、こいつのフルケアってどこにあるんだろう。フルケアはアタッカーが取ってあるのかな。ちょっと謎。これは絶対違うよな。こんな下にあるわけがない。ディフェンダーのどっかにあったんかな。回避っていうのがあるんか。それは知らんかった。あとどうしようかな。どこ取ろう。物理取って、魔法を、あー、物理か。あ、4000だから取れないな。入れとこう。あと、ホープだな。どうしよう。ATB レベルアップはどこだ。ここが遠い。で、装備整えたよね。よし、セーブし直して。リベンジだ。頑張ろう。あれ？ここも。上等だ。俺は決めたぜ。あれ？まだ？あ、来た来た。あれ？あ、そうか。オプティマ。オプティマ。いじってねえな。ね、どれからやろう。
ジャマーとエンハンサー入れ、ジャマーか。ダブルジャマー入れたいな。どうしよう。よし、これから行こう。調べた後じゃないね。痛ぇなぁ。一旦フェニックスだ。はい。これだ。あ、ピークまで入ってる。準備さえ整えればね、こんなもんですよ。よかったよかった。あとはホープとバニラか。新しい道が。召喚獣の救いかな。俺らが意志を貫いたからってことにしねえか。この先も意志を持ってりゃどうにかなるって思えるだろ。行こうねえセラ、私たちはルシだけど心を持ってる。そうだよね。すごいすごい。はい、戻そうね。あ、なんだと。マジかよ、戻されてるじゃねえか。タッカー、ブラスター、ジャマーだな。
エンハンサー邪魔。上なんだっけ？あ、アタッカーブラスターブラスターか。あれ？違うな。あ、トライディザスター入れてたっけ？あれ？何入れてたっけ？もう一個、なんだ？何を言ってたか覚えてねえな。忘れたぞ。ヒューリアスじゃねえよな。あ、そうかそうかそうか。ラッシュアサルトじゃなくて、こいつがエンハンサーで、これがブラスターのやつを入れてたのか。でもエンハンサーだけ使うことってあんまなかったよなぁ。どうしようかな。あ、とりあえずもう一回、もうしばらくこれで行こう。お、スノー。セラが残した、願いに従い、国を守ることが使命と信じて行動していたが、セラもまたファルシの道具に過ぎなかったと聞かされ、一時は希望を見失いかけた。しかし、ファルシの思惑を乗り越えると誓い、いつの日かクリスタルから蘇るセラのためにも、国運を守り抜くと決意して、もはや迷わず前進している。召喚獣バハムとか。で、装備。返せ。返せ。あ、あれかな？アクセサリーを強化した方が良かったかな？武器より。すげえ今更だけど。で、余ってんのを付けさせようか。よし、行こう。穏やかな BGM だ。Yeah.
飛空艇か？グランパルスの飛空艇だよ。アークに封印された兵器かな。グランパルスへのゲートだ。ここが出口、パルス行きか。ダイスリーの罠かもな。今度はエデンに運ばれる？そうはさせねえ。こいつは俺が飛ばす。行き先を決めんのはこの腕だ。できるのか？グランパルスの船だぞ。任せとけって。しまらん。進んでも戻っても地獄だな。行ってみようぜ。行けば案外ルシの呪いを解く方法とかあっさり見つかったりしてな。それは知らないだけで、できねえって決めつけてただけかもな。少なくとも今コクーンを滅ぼす危険はなくなる。行ってみる価値はあると思います。家族とは会えなくなるぞ。父さんと約束したんです。前に進んでやるべきことをやれ、何をするかは自分で決めろって。世界は嘘だらけで、真実なんて誰にもわからない。だから自分で決めるしかないんだ。僕らは簡単に誰かに騙されてしまう。ルシは怪物だっていう政府の嘘を信じ込んでたみたいに。もう政府にもファルシにも使命にも操られない。これからは何でも自分で見て感じて決める。間違うこともあるかもしれない。それでも自分で納得して決めたことなら後悔はしません。よし、貫け。父ちゃんも応援してやる。不安ですけどね。パルスは地獄って言うし。ああ勝手に決めんな。実際見たことねえくせに。はい、だから自分の目で見て確かめたいんです。よし。いろんねえな。ああ地獄へ出発だな。バストとニコメさんいらっしゃい。やっとグランパルスですよ。14歳とはね、思えない立派なセリフをね。はい、サンコメさんいらっしゃい。残酷だよね。全員揃ってますよ、今。今、第10章終わったところ、11章に入るんかな。けど、私たちはその空に、確かな夢を見たんだ。運命に立ち向かうささやかな願いを。今は帰れない。あの日の空みたいに。と思ってる。飯が飯かよ。笑えないな。
こそグランパルスへ。確かに映像の進化はすごかったね。12から13にかけて。12でもすげえなーと思ってたけどね。そうね。12からね、金作が大変なのよね。荒々しくも儚い。生まれたままの世界。グランパルス。その地は、ファルシによる天変地異と過酷な生存競争にさらされている。チョコボー。神の慈悲など存在しない。試練を乗り越えた者しか生きることが許されない。レインズが言っていた。神なきこの世界、今一度神を呼び戻す。それこそが国運のファルシの真の目的だと。人は神へ捧げられる贄。国運が崩壊したとき、神は再び目覚める。けどそれは私たちを救う神なのだろうか。どんだけでかいんだ。神はファルシを生み、神を求めたファルシはルシを生んだ。だとすれば、私たちは何を生み出せるのだ。使命を抱きながら、それに反する心を持った私たちにできることはきっと。夢でも見たか？ちょっと長めのね。異教大陸グランパルス。やっとこそ戻れたぜ。 お疲れ。今日の収穫は？相変わらず人の姿はない。出迎えるのは魔物か朽ち果てた建物くらいだ。お疲れ。この辺りも
探し尽くしてきたな。ホープは？あいつならチョコボと一緒に食い物を。お前さん一人か。楽園が行こう。救済への気球望むに求める。さあ離れてください。くっそマジかよ。オプティマー、さっき直したばっかなのに。マジか、この仕打ちはちょっと辛いぞ。あ、でもこの後さ、多分ホープ含めたメンバーで召喚獣戦だよね、きっとね。楽園がーっつってるから。いやー、まあ一応メインメンバーを決めてるっていうだけだからな。で、強制パーティー用に、一応今さっきね、アクセサリーはね、全員に渡したから、そこは多分大丈夫なんだけど。あれ？これなんだ？あ、これは、エンハンサー、これか。反撃の呪し。何が嫌ってね、オプティマをね、変えられるのがね、辛い。あ、13日間新しいの。なんだ、11日、花火か。全員が見たよーってやつだね。グランパルス。大いなるパルス神の地を意味する、荒々しい大地。屈強な魔物が生息する過酷な自然環境の中、国運と異なる系統のファルシたちが人間を導いて大地を開拓したという。かつては多くの都市が栄え、独自の文明が発展したが、今や都市は廃墟と化し、どこにも人の姿はない。はい、それでは、第11章からですね、次枠、ニコ生の方次枠取ってやっていきますので、枠移動少々お待ちください。ニコ玉枠取り直せてないな。映っていない。どうしてだ。ニコ生の方がね、ちょっと画面が映ってないんだな。ニコ生は映ってないよね、画面ね。あ、直ったかな。ちょっとごめんね、ツール立ち上げ直すね。それで直ればいいんだが。後半に向けてパソコンは再起動したんだ。
もしかしたら取り直した枠が死んでんのかこれ。そう、ニコ生の方枠取り直しますね。おそらく枠自体が壊れてる可能性があるので。はい、それではね、もう少々お待ちください。あ、大丈夫だね。今度はちゃんと画面が映っている枠が開けた。たまにあるから困るね。はい、それではね、お待たせしました。続きの方やっていきましょう。で、どっかでセーブできるかな？あ、後ろにあるね。セーブ。はい、改めていらっしゃい。これたどり着いて何日間くらいさまよってんのかな。あー、なんか右気になるね。右が気になりますね。とホープが待っているだろうが。あー、なんもない。なんだとー、トレジャーあるかと期待したのに。クラッシュだよな。オッケー、奇襲成功。アルラウネ、アウラウネか。あ、アルラウネだ。13000。うまい。また不利になるな。近い。あー、バレた。バレてたか。カラメルムース、ちょっと美味しそうな名前。はい、ワコナッツ2個目さんいらっしゃい。カラメルムースっていう名前だからさ、なんか若干プリンに見える。上がカラメルで下がプリンタイン。あー、プリン食べたいな。
放送はの何時かな。昨日と同じぐらいだったら12時超えるから。さあ後ろを向きたまえ。そうそう、ファングがやっぱね、ダメージ、パッと見のダメージが大きいからね、使いやすい。はい、それではね、改めまして、パソコン再起動し直したので、続きの方やっていきましょう。まさかね、落ちるとは、思いもしなかった。でね、多分これ戦闘の途中だよね。ちゃんと、みんな生きてんだろうか。はい、ありがとうございます。じゃあ、なんとか続きの方やっていきましょう。あ、生きてるね。生きてる生きてる。大丈夫大丈夫。死んでない。それで、サシさんいらっしゃい。あと、ゴコメさんもね、いらっしゃいます。どうし、よし。そう、あのね、ちょっと一旦ね、あのツールを立ち上げ直したんで、多分ね、反応するまで若干ラグが、ね、残念なことに、もともとフレッシュの方は、なんかね、読み取りにくいのか、たまにね、飛ぶんだよ。あ、なんかでかいのいるぞ。あ、違うか。でかくはないか。でかく見えただけだ。ちゃんと出てますね。多分ニコ生の方も、次あたりから表示されるか。ダメっぽいな。行こうか。なんかでかいんだよなぁ。ミックスムース。やっぱダメージでかいか。まずいまずい。吹っ飛ばせるよな。オッケー。あ、ちょっと待って、スノーがブラスターだったと。それはどんな冗談だ、笑えねえぞ。そこはそこ見てなかったな。お、ラッシュアサルトでも、それはちょっとダメだ。オプティマ、オプティマ。あ、それはダメだ。そのラッシュアサルトは、ダメなんだよ。アルラウネ。
アウラル、ん？まあいいか。お、パルチザン。パルチザン。魔法系か。いらんな。ファングもな、スノーと一緒で、多分脳筋にすればいいからな。後ろ向くかな。あいつが後ろ向いてくれなさそう。一旦やり過ごしてみたらどう？それでもあいつは向き変えないんかな。ああ、そうそう、シバと契約してるから、契約って言うんかな。まあいいか。いいや、突っ込め突っ込め。倒そう倒そう。ただ、このメンツでね、スマッシュアッパーを使えるのは、スノーだけだから、ブレイクした時にね、上空に打ち上げられないのがね、エアロラ系で確か飛ぶけど、あれあんまり飛ばないし。ダッシュ。飛ばなかった。あいつ打ち上げられないのか、もしかして。てか、なんか遠くね、こんな遠かったっけ。ホープそんな遠くに食材取りに行ってたんか。奇襲かけれるなら倒しときたいな。後ろ向けよな。やーめだ。え、嘘、誰に反応された。マジか。違いたい。ラスト。やっぱ打ち上がんないな。さあ、着いた。ホープ。
召喚獣戦は、ないんか。限界だって言うのかよ。国運を離れてどんだけ経ったと思ってる。どこに行ったって人はいねえ。ルシに関する手がかりもありゃしねえ。これでもよくやってきた方じゃねえか。道はまだあるよ。あの場所に行けば。バニラ、いいのか。何も見つからなければ今度こそ終わりだがな。すべての始まりの地、オルバ教。ホープ。僕たちをルシにしたファルシが眠っていた場所、バニラさんたちの故郷。そこに行けば刻印を止める手がかりが残ってるかもしれない。たどり着ければな。先に行っててください。置いてけないよ。僕なら大丈夫です。一人でも戦える強さをみんなからもらいました。全部背負ってアルムボルムで約束したろ。怖いんです。みんな同じだ。同じ苦しみを背負った仲間じゃなかったのか。仲間だから嫌なんです。傷つけるのも傷つけさせるのも。だったらいっそのことここで。あ、やっぱり。次は死神のお出ましか。いや、その逆だ。ホープ、お前にはこれだけの力が眠ってる。なのに諦めるからこいつが出てきた。なるほどな。こいつは誘いに来たのか。悔しがる暇があんならこの試練を乗り越えてみやがれってな。僕も力を。今度こいつらか。くそ、また変えてきやがった。メインメンバー使わせろ、ごめろ。よし、アレキサンダー倒しましょうね。とりあえずとりあえずどれだ。あ、ジャマ使えねえじゃねえかこれ。ファングの受けて立つよ。ね、いや歴代に比べてやっぱちっちゃいな、アレキサンダーな。もう一回やっとこう。受けて立つよ。フォーク、シェルとかしても意味ねえな。味方を強化して支えるもの。これさ、あんまりヒントなってないよね。まともなこれか。そうね、歴代だとかなりでかいからね。一番でかいアレキサンダーはあれかな、ゼロ式かな。ちょっとシリーズ的には外れるけど、
追いたい。フェニックス、ちょっと間に合わんかもしれん。援護します。まあね、比べる意味があまりないしね。あ、やられてしまった、ホープ。ギャー。な、召喚獣戦一回はやられるな。オプティマがね、どこに何があるかって探してるうちに、敵がね、ガンガン攻めてくるっていうのが。辛い。ウェイトモードになってほしいな、ここだけ。まあ、突っ込むしかないしな。ここで多分切り替えられるはず。だよね。戦闘前か。はい。ここだな。ここをジャマーにして、これ最初にして、で、ひー。いや、ちょっと待てよ。あ、じゃあ、ラッシュアサルトこっちで、フェニックス、アタッカーとブラスターで、フェニックスで、これでいいか。ゴー。そうか、ここからか。あ、ていうか、ニコ生枠移動ですね。というわけで、少々お待ちください。アレキサンダー戦から、やりましょう。召喚獣がね、全体的に機械っぽいよな。はい、お待たせしました。それではニコ生ね、枠取り直した。続きやっていきます。確かに、ちょっとね、トランスフォーマーっぽい。な、頭だけ外れるんでしょ。よし、やっていこう。違う、ファングだな。
あ、ファング死んだだと。マジで言ってんのか。今だ。そうか、ホープレイズ覚えてねえんだな。プレケア。あ、これ違う。こっちだ。間に合うか？ちょっとギリギリっぽいな。あ、死んだ。あ、残り170秒しかない。えくっきゃねー。あ、足りんかった。くそ。くそー。そう、またか。むずいなぁ。むずいなぁ。ファングがな、死んでしまうのが辛いな。三度目の正直か。オプティガンをまた、また入れ替えなければ。ジャマ聞いてたかな？なんかあんまり聞いてなかったような気もする。これでいこう。死ぬ。助けてー。ライトニングさん。あのコンボやばいよな。違う、間違えた。やばい、死ぬぞ。
しようかな。残り時間がわずかだ。くそ、足んねえかな、足んねえかな。残り200秒。秒じゃないか。もう行くしかないな。でも間に合わんかった。クソ、なんでこんなことに。残り少しがな、足んねえな。一番苦戦してんな、ここ。そう、そうね。火力は確かに足りないかもしれない。ただ一応 HP は持ってるんだけどな、あれでも。ちょっともうちょっと、クリスタリウムいじるか。でも、もう、増やせれないんだよな、きっとな。8000だからな。あ、で、ちこめさんいらっしゃいね。あ、いけるな。25しか増えないけど。あー、ちょっとこの辺行こうか。ああ、そうね。攻撃との間に間があるからね。なんとかね、うまく活用したいんだけど、あとはプロテスとかで、モルクラシか。あ、やばい、オプティマいじってない。やってしまったそう、さっきまでいじってたけど忘れてたよ。テイスト欲しいよー、邪魔欲しいよー。
ゲプローダーデシェル欲しい。サッドとファング、ファングじゃねえ、バニラが欲しい。あれなんか今回アレキサンダーおとなしくね。なんかさっきより攻撃が緩慢な気がするんだが、気のせいかな。受けて立つよ。あれかな、4回目だから手抜いてくれてるかな。ね、一緒に飛ばされたあのねホープをファングの近くに置いときたくないんだが、キャラ動かしたい。12みたいに。でも今度こそいけそう。いったー、よかった。あー、ファングをアタッカーにか。はい、ありがとうね。いやー、長く険しい戦いだったよ。このドライブモード面白いよね。え、それが移動なのっていう。移動形態に見えない。これでホープもケアルラ2回打てるようになったね。でっかいのを手なずけたもんだ。召喚獣は死によって人を救うんだと思ってましたけど、頼りない僕たちを叱りに来てくれてたんですね。強がりのお前をだろ。次はちょっとだけ甘えます。言ったでしょ、グランパルスではみんなが家族、嫌がったってずっと一緒だよ。地獄の果てでもな。ここは地獄じゃねえっつうの。とっとっと、覚悟は決まったな。うん、うん、お何も変わらないかもしれない。また壁にぶつかるかもしれない。でも道が終わるところまで行ってみよう。数百年ぶりの故郷と見失いそうになった光を求めて、私たちの最後の旅が始まったんだ。あ、召喚獣まともに使った記憶ないけど、あれどうやってドライブするんかな。どう考えても壁だよね。行きましょう。アルカキルティ大平原、とうとうフィールドが出てきましたね。え、うん、全然。この石碑知っているのか。死骸の一種っつうか慣れの果てだな。死骸だと。大丈夫、もう何もできないから。使命を果たせなかったルシは死骸になって荒野をさまよう。死骸はやがて力尽き、石へと変じる。でもね、こんな風になってもまだ使命を忘れられずにいるんだよ。ルシに語りかけるんだ、代わりに使命を果たしてくれって。果たせぬ無念を抱えてるってか。
浮かばれねえな。なあ、こいつの頼みを聞いてやろうぜ。人事とは思えねえよ。俺らも死骸になっちまったらこうなるかもしれないんだ。なんで後ろ向きだな。らしくねえぞ。人のために一肌脱ごうってところはスノーらしいさ。名碑とミッションかな。グランパルスの各地にかつてルシだった名碑が存在します。名碑に触れることで指定された敵を探し出して倒すミッションに挑戦できます。ここに来てサブミッションターゲットの敵を発見して退治すればミッション達成となり報酬が得られます。いくつかのミッションを達成していくと休眠していた他の名碑が目覚めて新たなミッションを受理できるようになります。名碑から受理したミッションの内容やターゲットの位置はエリアマップで確認できます。なお、ミッションは一度に一つしか受理できません。新しく受理すると、先に受理していたミッションは破棄されます。ね、この、今までほぼ一本道だったのに、いきなりね、この広大なフィールドが、っていう。これまでのシリーズでは普通だけど13をずっとやってきてこれはねさすがにね迷うよね。どうしようか。一応矢印見えてるけどさ、こんなに遠いんだぜ。こんなにずーっとこれは泣けるわ。あーでメンバー変えよう。フェニックス、で、ヒーラー、ブラスター、アタッカーか。アタッカー、ブラスター、ジャマーに、アタッカー、エンハンスの、ブラスターだな。あれ、もう一個なんだっけ。ブラスターじゃ、まあ、ん？なんだ？ラーニを入れ忘れてる。あれ、トライディザスターだっけ？何入れてたっけ？そこでね。そうね。これで保存しとこうか。保存というかカメラに撮っとこうか。あのね、ここのラインだけ、他はね覚えてんだけど、ここだけねいつも忘れる。はい、撮った。まあ、これもな、
パーティーメンバー強制的に変えられたら意味ないんだけどな。あれ人物、あーバニラか。何が？グランパースで生まれたルシー、数百年前国運を滅ぼす使命を与えた彼女は魔獣ラクナルクに変身して戦ったが、国運外郭を傷つけただけに終わり、ファングと一緒にクリスタルとなり眠っていたという。あ、前回ラグナロクになったのは自分だったんだね。それは語られてないよね、今本編で。その後国軍で覚醒した彼女は破滅を招く使命から逃げたいと願って、使命の記憶を失ったと嘘をつく。使命を捨てて死骸になる覚悟を決めた上での嘘だったが、それが多くの人々の運命を狂わせてしまう。確かにね、その嘘一つのおかげでここにいる仲間が集まった感じだからね。これは今語られてましたね。ん？今いるのここだね。グランパルスに広がる雄大な平原。視界を遮る障害が少なく、見晴らしがいいためか、モンスター同士の争いが発生しやすい。このため、平原に生息するモンスターは生存競争を勝ち抜いた強敵が多い。らしい。国運を脱出したライトニングたちが不時着し、拠点を設けたエリア。地殻変動と侵食作用によって形成された峡谷の各所に、グランパルス文明の機械類が点在している。それらは土と草木に生まれ、遺棄されて久しいことを物語っている。あ、このメディア峡谷から、アルカキルティ大平原に出てきたのか。黄色のマーカー。脚力のある生き物ならジャンプ。あー、チョコボか。あ、とうとうチョコボに乗れるのか、そういえば。野生のモンスター、プリン。これか。あとバニラだけだね、召喚獣。さて、セーブをしたい。後ろか。ミッションどうしようかな。とりあえずあんまりやる気がなかったんだけど、やらないとまずいかな。あ、ちなみにね、召喚獣ね、使わないと思って縛ってるつもりはない。うん。あ、で、浮かんでんの黒雲だよね。で、右上の一部を削ったんがバニラってことだよね。争っててくださいなぁ。とりあえず矢印を目指す。あ、このさ、広大なフィールド歩き回ってると、FF の12をね、思い浮かべちゃうよね。めっちゃ走り回った。あ、でっかいよなぁ。あ、眠っている名碑だ。さっきこれをね、あの巨人が食ってたんだよな。でかいね。ロングイ系だっけか。くしくもあの虚空が目印になってるっぽいな。あ、なんか獣人がいる。獣人かわからんけど、あれゴブリンかな。あ、ゴブリンじゃね？緑色の獣人。こんな終盤にやっと出てくるのか。あ、なんかヤバそうなやつが降りてきた。ここまで広
あなたがそれを言いますか。地元住民のはずなの。あ、でもあれか。もっと遠いところに住んでたからか。この敵全体的に強くて初めて戦闘をかけたとき、半泣きした。ああ、確かに。なんかちょっと曇ってきたね。強いって言ったからね。さっきの説明でも。生存競争に打ち勝った奴らがいるから。これどっちかな。あれ道がない。道がないよ。ちょっと、マジか。ここは来ちゃいけない場所だったらしい。ああ、なるほどね。確かにね。話持ってるだけって思っちゃうよね。そのゲームシステムで言う強敵だーはなかなか当てにならんかったりするから。あ、でかいのがいい。あ、宝守ってるぞ、あいつ。あの宝が欲しければ倒してみろってこと。無理やな。どこから、あこから、あこら辺から行けるかな。あ、セーブポイントあるね。あこを目指そう。というわけで、ニコ生の方、枠移動ですね。あ、この宝は取れるぞ。はい、セーブポイント向かって。では、枠移動少々お待ちください。見つけたのか。はい、それでは枠あだらたに取り直したので続きの方をやっていきましょう。あとはここを下っていけばゴールだね。よし、行こう。ん？行こう。こんなんかでかいのが。さあ、最近こんなとこ通るのかよ。あ、ここ通らないとダメっぽいな。あれ、通り過ぎれんのか。戦ってるけどな。よし、奇襲だけして、あとはどうにかしようか。先こっち狙うべきだったか？あ、これでもキングペヒーモスか。とりあえずキングペヒーモス倒すか。おお、1万とかだってる。行かなくなった。あれ、ちょっと待って。なんか HP 回復してね、こいつ。あ、HP 回復してる、こいつ。マジで言ってんの？たまんねー。うお、痛い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 。死ぬ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 。
あ、死んだ。くそ。ほんとくそだよ。さすがキングは、格が違ったか。あとちょっとで倒せそうだったのに、立った瞬間 HP 全開したんかな。どうしたもんか。どうしたもんか。一コミさんいらっしゃい。ちょっと辛いな。ここ無視していける？すげえ絡まれそうなんだけど。お、いけたいけた。オーナースナイス。無視しよう。無視できないとあいつら辛いわ。こっから行けるぞ。あの配置はいやらしいよね。ちょっとね。あ、あったね、そういえば。あったあった。あったあった。フィールドで使えるアイテムね。これね。これか。スニークスモーク。これの存在をね、忘れていたよ。そういえばあったね。いやー、失念してまして。新しいフィールド？マハーバラコード。さあ、ここの敵は、また一本道系だから、倒せるようなレベル帯なんだろうか。後ろ向いてくれるかな。なんかまさにロボットダンスって感じだね。ダメかな、後ろ向いてくれなさそうね。いるっきゃね。このトライディザスターちょっと他のに変えよう。レベルアップだと？あ、ネギさんいらっしゃい、こんばんは。
ただいま第11章に入って、平原を抜けたところですね。これを、ディフェンダーと、これにしとこう。あ、ちなみに、ネギさんはね、もう、アットネギって書かなくて大丈夫ですよ。こちらでもう登録、済ませてるので、コテハン変えたい時だけ、使っていただければ大丈夫です。だるなぁ、覚えてねえんだよなぁ、だるなぁ、誰も。オートクレール。あー、ブレイク不可能ね。めちゃくちゃ威力上がるみたいだけど。ちょっと使いづらいよな。あの左のやつやっぱり、後ろ向かないタイプだよね。なんで？あ、後ろ見てくれた。ラッキー。よし。割れてない？あ、来た。割れる。僕のやつがさ、多分発見しちゃうんだよな。あ、まい、まずい。おー、びっくりしたー。接触するわと思った。今がチャーン。よし。やばい。ちょっと無理させすぎたか。
要だったよね。左だな。あー、ボム系か。行こうよ。トレジャーを探すぜ。さすがにあのフィールドは探してらんないから。アバランチ。向かうところ敵なし。多いな。あ、しかもロボットまでいんのか。はい、3個目さんいらっしゃい、こんばんは。ただいま11章で草原を抜けた。あ、やべ、見つかってしまった。草原を抜けた直後くらいをやってます。あ、これちょっとやばいな。連帯で行こうぜ。違う違う、それじゃない、それじゃない、その1個下。爆発、自爆してるのか。やばい、死ぬ死ぬ、死んだ自爆つらいよ。やっぱボム系怖えな。思ったより後ろ下がれなかったな。無茶しないでね。感謝感激か。チラッとね、一回だけ戦闘になったけど、ダメだったね。キングベヒーモスさんたちは強かったわ。どっち向いてるか分かりづらいんだよな、こいつら。あー、また接触した。なんか回復されてんだよな。なんでだろう。あ、自爆してる、自爆してる。
チェーンゲージが全然伸びないね。そういう敵なんかな。まあなんとか突破できたからよしとしよう。まだ続く？まだ続くの？気は長いですね。OK。敵がいっぱいいる。ただソロここで終点か。一匹こっち向いてるみたいな感じだな。あの右奥のやつがちょっと気になるな。オッケー、取れた。数を減らせたい。あーやばい。あーまた間違えた。回復しなきゃダメです。あんま挑発効いてないね。機械だからか。違う、反撃の出し方だ。倒れそうだなーって時には、あーそれね、うん、あのね、覚えてる時はやってる。気づいたらもう倒してることが多いけど、あれ？え、ちょっと待って、突然の強敵戦になってしまったぞ。
これ倒せる敵ですかね。やばちょっと待って、これ強すぎじゃね、いくらなんでも。まあレベルいくつよ。レベル3、嘘だー158万4000らしいです。無理ですね、無理ですね、リスタートしましょう。これどこに戻る、どこに戻るかな。戦闘前、あ、え、嘘、倒さないと戻れないのくそー、はめられた。あっちでセーブしてからこっち来たらよかったな。そう、まだ倒してから戻らないとだ。あー、あいつこっち向きやがった。一応奇襲できた。どうよ、ここもう消えたわ。やべえ。耐性、そろそろ HP じゃなくて耐性上げる系をつけた方がいいんかな。ダメージが痛くてな。レベルアップしてるね、さっきから。なんか今1万ほどレベル、HP 上がってた気がしたんだけど、気のせいだろうか。弱体アップつけてこれか。もうちょっとな、サクサク弱体入れてくれると楽なんだけど。
のがチャンスか。ああ、嘘ー。そうだね。自爆が怖いからね、ボム系は。楽勝だったよね。と次セーブポイント行ったらバニラの武器をちょっと育ててみようかな。回にはできない気がするけど、結構ね、残りの素材を使いまくってやっとサッツの武器を強化したからカンストまで。あとアイテムチェンジ次第だな。あぶね。あの距離は無理っぽいなぁ。あ、できた奇襲できた。はい、そしたら戦闘中ですが、ニコ生の方は枠移動しますね。このままの方枠取り直さないそのままやっていきましょう。あ、コミさんかありがとうございます。今後ともよろしくお願いしますね。どうしようかな。はい、2個目さんいらっしゃい。エンハンサー、ブラスターじゃなくヒーラーにしとこう。不屈の戦士に変わった。自己回復をしてるのか。6000とか7000とか回復してるもんな。オッケー。楽勝だったよね。
これでセーブポイントに帰れるかな。ジャガーノートは強かったな。あー、なんかいるね。見たことのない敵がいるね。これダメだな、多分奇襲かけらんないよな。バレるもんな、あの奥のやつにな。仕方ねえな。名前だけでもファランクス。バージョンアップ、レベルアップの、あ、バージョンアップってあれか。めっちゃ厄介やな、おい。あれ、なんか増えてない？ちょっと待って、ちょっと待って、なんか敵増えてねえか。いつの間に増えた。そしてバージョンアップ、誰かが呼んでんのか。あー、はいはい。あー、バニラが死んでしまったか。フルケア、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 あー、間に合え。これちょっとやばくないか。挑発効かないんだが。はぁ、マジで言ってんの。全然効いてないよ、ちょっと。回復が間に合わないよ。で、間違えた。ぐはー。くそ。嘘だろ。楽勝だったよなーは、スノーの言葉かな。口調的に。どこだったか覚えてないけど。くっそ、ここきついなー、ちょっと。奇襲したいなぁ。バージョンアップがかなりきつい。そしてなんで敵増えたんだ。敵の増えた理由を教えてくれ。増える前に一気に倒したいんだけどなぁ。号令？それのせいか。あー、マジか。そういうことか。号令してたもんな。あ、出陣これか。もう遅いな。もう遅いな。あんだけ増えたらもうダメだ。リスタート。そうか、やっぱファランクスからか。レベルアップとバージョンアップ辛いなぁと思ったけど。
てかあれだな、ライブラおとなしくしとけばよかったんですね。多分特性見たらわかるんだろうな。入らないなぁ。彼に任せよう。あ、3時死んでしまったか。くらえ。勝つまでよな。まあ、あた死んだが。こいつ強えな、おい。くそったれが。はい、こんばんは。伊藤さんいらっしゃい。お久しぶりですな。はぁ、あ、てか5万まで溜まってんな。いつもいつもに溜まってたんやな。強化しよう。いくつです？ん？これ13だよ。そういう意味かな？多分ね、レベルがそもそも足りてないんだよな、きっとな。きっとな。あ、100ね。で、ATB プラスまで行きたいんだよな。あれ？ ATB？ あれ？どこだ？あれ？あれ？こいつここじゃないんか。ディフェンダーか。いけるのか？いけないよね。さすがに足らんか。さすがに足りませんね。そしてアクセサリー狙いに行けばよかったな。さっき、どっちを狙うかだよな。アクセサリープラスか、ATB レベルを上げるか。アクセサリーどこにある？ハイボルテージじゃなくて、あ、ここか。ブリュンヒルデ。あ、そういえば召喚獣っていうものがあったね。今の今まで召喚獣をね、また忘れてたよ。そうか、召喚獣あったな。なぜか忘れてしまう。存在を。ヒーラーにアクセサリーがある。
どこだ。それはきっとバニラのセリフだな。そしてきっと、戦闘後のやつじゃないか。いけるか、アクセサリー。でも、ケアルダ行ってもよかったかな。とりあえずアクセサリーには届いたな。HP 増やそう。いや、耐性を上げる？うん、とりあえず。物理耐性上げとくか。そうか、召喚獣か。その場合はあれだよね。こうか。さあ、頑張ろう。普通にボス並みに強いよな、こいつな。あれ？あ、まあいいか。あ、ボタン押し間違えた。まあいいか。意地を見せろやわさっとかな。これターゲット切り替えられなかったっけ。燃えてる。そしてまだ残ってるっていう。減ってねえ。あ、やっぱ死ぬ。あ、死んだ。サズー。なんてこった。なんてこった。あれ、もしかして。もしかして。クリスタリウム、あ、してあるよね。あかんな。全然効いてる気がしない。もし、おとなしく、まずはライブラをしよう。そこからだ。うまいこと、なんか脇からスッていけないかな。パランク。スローなぁ。スローが。
さっさとブレイクさせたいんだけどな。あ、痛い。ダメージ痛すぎる。めっちゃ自利品や。勝つしかねえよな。いいとこ見せようぜ。準備はいいかい。マジですか。号令すら聞かねえな。どうしたらいいんだよ。あれ、バランスはいた。ギャフン。あれ倒した。倒したけどちょっとおとつらいな。波のボスより辛いぞ、ここ。よし、頑張って考えようね。で、ちょっとね、オプティマでいじりたいな。違う。これだな。なんとかあの脇抜けらんないかなぁ。ダッシュで真ん中抜けて左端を通る。いける。無視できた。グランパルスのファルシが開いた道さ。今頃別の土地を耕してるのかな。なんかコクーンのファルシとは雰囲気違いますよね。周りも気にせず好きにやってるというか。まあな。ただうちらはこういう土地を利用して村を作ってた。ファルシと暮らしてるって点じゃコクーンとそう変わんねえよ。いや、スケールが違うぜ。これだけ広ければ道はいくらでもあるか。あれ、今さらマハーバラ行動の名称が。まあね、倒してないけど仕方ないね。無視していこう。安全第一でな。そうそう、安全第一でな。反応しないんか。あ、ギリ発見されてしまいましたが。あー、自爆する。
2600。クソ。安全第一に行きたいのに。あ、向こうでも殺が。奇襲できたと思ったんになぁ。残念だ。あれ？あ、戦闘やってしまった。やってしまいましたね。それ誰のセリフだ？スノーか、サツか。サツだな、きっとな。そう、こんなタコ戦で何回ミスってんだよ、もう。いまいち場所が把握できない。ここは入ってんの？はい、頑張るよー。頑張るよー。私、何すればいい？そこで待機。殺か。あの、召喚獣撃ち終わった後だよね、きっとね。ここ範囲なのか。違うやつを倒そう。なんかグランパルツ来てすげえ足止め食らいまくってんな。サボテンダー見つけた時、サボテンダーいるんだ、ここに。また走り回ってんのかな。ファイルバンカー、ファイルバンカー、名称はかっこいいな。違う。あ、でも、まあいいや。いけ。めっちゃゴリ押しだ。セリフ的にはバニラっぽいね。ん？何か出て、焦ってもいいことねえな。出て、来るわけじゃない。宝か。バイオセンサー。あ、で、バニラの武器強化しようっつって忘れてたよ。
あー余計なとこ落ちたな。おい、ちょっと待って、もう登れ。よし。はっ、危ない危ない。どっちだろう、スノーかなって思ったけど、ライトさんっぽい気もする。チョバム装甲とかチョバムアーマーだろう。スパロボじゃねえか。もともとはなんだっけ、チョバムアーマーって。あ、エリア移動か。と思ったらあれ敵か。あ、でももうちょっとで抜けるかな。嫌なところを向いてます。え、こっち気づいてんのに近づいてこないよ。来ないね。とりあえず、ニコ生の方枠移動ですね。はい、引き続き枠取るので枠移動ちょっとお待ちくださいね。これか。はい、枠取り直したので続きやっていきましょう。で、あ、間違えた。多分ここの項目が、だね、マハーバラ行動。パルシアトモス。あの、回転してたやつでね、ムービーで。掘削した岩窟を利用した行動。グランパルス文明を支える地下資源を採掘していたようだが、文明なき現在、人間の姿はなく、当時の刺激されていた作業機械や警備機械だけが徘徊している。あのジャガーノートもそうなんかな。これ行く気はないな。横も通れなさそうでした。ラスティープリン相当ラスティはラストって意味か。ダメ、ちょっと痛いなぁ。倒したらヒールで。はい、チコメさんいらっしゃい。ちなみにさっきのはスノーなの？ライトさんなの？ライトニングっぽいな、でもな。あー、やっぱライトか。そうか。そっちか。父ちゃんやったぞ。父ちゃんやったぞ。父ちゃんには頑張ってもらおう。
みんな気をつけろ。アルシアトモス。とんでもねえな。あいつアルシだ。そう、新しい道を開拓してるの。新たな道を切り開くってか。俺たちと同じだな。よし、あいつに乗せてってもらおうぜ。グランパラス流に馴染んだね。乗せてくれるの？はい、マロニーさんいらっしゃい。退屈しのぎにもならねえは、あれか、ファングだな、きっとな。乗せてくれるの？この人。グランパルスの地底を掘り続けるファルシ、アトモスの使命は地中に移住空間を開拓することだと推測されているが、真相は定かではない。グランパルスの人間たちはアトモスが掘り当てる地下資源を目当てに、マハーバラ坑道の採掘施設を整備していた。ただの走り屋かもしれんけどな、アトモスな。そしてマルニーさんは、どの辺まで来ましたかね。ガリガリうるせえ。あっち側に行ったらのけてくれるんかな。で、あの上の出っ張り調べたいね。前の裏を取りたい。よし。くらえ。ブレイクしねえなあ、やっぱり弱体入れるか。あ、でも死んじゃったよ。あれ、気のせいか。今何手に入れた。あ、これとこれか。あ、なんもねえな。残念。ここ渡れ。あ、行けた。あ、ここにある。テスラターブ。特に何もないか。で、またこいつらか。あれは多分通してくれないよね、いくらなんでもね。さっきみたいにはいかないか。マジこいつはどうしような。どこまでも行こうぜ。誰だ？スノーかな？超的に。これどうしよう、本当に。こいつらどうしよう、どうしよう。脇通らしてくれ、脇通らしてくれ。通れなかった。こいつら倒せる気しないんだが。
どうしたらいいかな。アルティンさんいらっしゃい。無理なのは分かってたんだけどね。と無理をね押し通したかったんだよ。さっきねこのファランクスにね4、5回全滅させられちゃってね。私いんなよー。てかファランクスにというか強化された周りのやつらなんだけど、一旦リセットだな。かなり強い。ファランクスもなぁ。黄昏の岩窟。こっちが黄昏たい。なんか若干横向くからさ、隙間通してくれないかなと思ったけど。ダメだな、ちょっと、まず、数減らさないとどうしようもない。号令か。もうね、バージョンアップが相当うぜえ。エリさん。号令も受け付けねえとかさ、どうしたらいいんだよな、本当にな。ギャップン。フルケア。ダメか。レイズがな。バニラ死んだらもう使えないからな。もしリスタート前提でシバー使ってみれば。仲間と走るか。これ飛ばせなかったっけ。あ、コンフィグでか。いいとこ見せようぜ。カラーを合わせるぞ。どんくらい削れるかだよな。奥まで行こうぜ。なんかあんまりダメージ稼げなかったな。あ、でもブリュンヒルデよりは与えたような気がする。あ、復活してるわ。ナイス。速攻死んだ。あ、でもあとちょっとで削れたもんな。でも新しいのはすぐ呼ばれるよなぁ。こうどうやって越えようかなぁ。
まだ忘れてたけど、これ、どうやって使うんや。あれ？これどうやって使うんだっけ？ちょっと待って。使い方を忘れてる。フィールド画面、これか？バトル中に使う？あ、ちげえな。この状態でこれか。 L1 か。これ通れる？あ、これ接触したら戦闘だよね。ダメだ。あ、でも奇襲できた。これで一気にちょっとファランクスを。あーと。ちょっと待って。あれ？これさ、スモークどういう扱い？消費した後かな？あ、消費してないね。で、ちょっと今だけオプティマを変えて、これで、ちょっとファランクスを速攻落とそう。頼む、倒してくれ。もうそれしか道は残されていない。600とか言ってるのにあんまダメージ伸びてないな。そして倒しきれない。倒しきれない。あー、号令来てしまった。最初ちょっとジャマーしよう。ジャマーで減らしてからかな。あ、オプティマどうなったっけ？オプティマ、こっちのままで、ファランクスに何かしら弱体つけよう。じゃないと倒しきれない。あ、号令来たら召喚獣か。いけそう、今度こそいけそう。ダメージ上がったぞ。削り切れそうだ。よっしゃ、来た。やっと倒したぞ。俺ならいけるはずだ。なんか険しい戦いだった。やっと抜けた。
ありがとねなんとかね、リベンジを果たせたんだ。やったよ。ジャマーの効果は偉大やな。ウィークだけじゃちょっとなぁ。ほんまいっか。雲行きが怪しいらしい。あれはピンチにシェルだったかな。お、外に出ましたね。何が？あ、こいつか。あ、氷、ファランクスもか。で、散々忘れていた改造をね。ベラドンナ、ベラドンナワンド、これ。どこまで強化できるかなぁ。で、3倍に上げるだろう？あれ、ちょっと待てよ。その前に。稼げるやつって持ってたかな？あ、レベルが上がった。あれ、ボーナス上がらない。あれ？上がらないぞ。あれ？もしかしてこいつボーナス2倍？までしか上がらない？まさかの。8000。あんまり、高いやつないな。これか？あ、違う。え？どれだっけ？これか。なんか魔法攻撃がめちゃくちゃ伸びてる。で、また2倍に。2倍までしか上がらないのかな、こいつ。この武器は。もしかして。いけるよね。上がりづらいだけ？まあ、ちょっと、リスタート、覚悟で。あ、3倍まで行ったわ。じゃあ、もったいないな、さっきのな。やり直そう。
なかなか上がりづらかっただけか。あ、そうか。ここのローディング長いよな。あらすじあるから。あー、でもアクセサリーあげた方がいいんかな。悩ましいね。これ全部継ぎ込んでもならなかったっけ？なってないんだよな。あ、来た。販売。で、今のマックスはこれなんだよな。あ、11まで上がった。ちまちまと。どんだけ長いかが分かりづらくてなぁ。来た。と言っても、他何あるかな ?4000 とか8000か。先、あれかな素材、買った方がいいんかな ?1 万。あれ？これもう、あ、もう生体がない。生体系のやつがない。ショップショップ。一息入れっか。確か効率いいのね、ゼリー系だった気がするけど。どっちだ？これでいいか。何個買えるかな。あ、一応、99個買えるな。どうしよう。とりあえず50個くらいでいいかな。何個必要になるかは知らんが。で、こっちは確か電動体系だった気がするけど。これ誘導体？電動体これか。電動体、完全動体。高いのはちょっとな。こっちにしとこうか。何個買える？ 92 個か。何個いるんやろ。とりあえず、これも50個突っ込んでみよう。うん。ちょっと、数は見ないと、わからんな。ここは、またやり直し前提でやろう。でも残り多分4なんだよね。とりあえず10個。ん？ 5 個。3倍。8万もいらんよな。
多分こんなにはいらないと思うな。多分20個も入れたら十分だよな。きっと。10個でもいい気がするけど。あ、カンストまで行ったね。あ、アイテムチェンジできるこいつ。マジか。モルボルになるの？あ、でも弱体形成効率アップ回になったな。ほうほうほう。20個で2倍か。30個くらい入れないと多分3倍にならないね。とりあえず40個突っ込んでみよう。お、22まで上がった。うん。とりあえず、この辺全部売って、胴体に変えて、そっちでレベルアップしような。よし、やり直そう。ちょっとね、見ててつまんないと思いますが。とりあえず、ニコ生の方また枠移動ですね。枠移動少々お待ちください。一息入れっか。それでは枠取り直したので続きをやりましょうね。でショップでなんか新しいの出てるからそれだけ見て、イバラのロッド、ん？ベラダン、あ、下か。今、下遊びしてんのが下に出てんのか。あ、これが何かしらの能力付きのやつか。はい、一コミさんいらっしゃい。多分ね、もっと細かく探せばあるんだろうけど、なかなかね、これっていうのを探すと、ないんかな。あとアクセサリーもな、ちょっとそのうち、強化しないとなぁ。生態系はとりあえず突き込めばいいからな。いいんだけど。あ、ヒヒイロカネっていうのが追加されてる。まず売ろう。素材系で、こっからもう売れるかな。あ、でも改造したときに、どれが、高いのも若干あるんだよな。あ、これ似てない扱いか。
今あるやつでだけでも若干やった方がいいんかな。まあ無駄にはならんしな。売りより、継ぎ込んだ方が早いか。継ぎ込んだ方がお得だもん。2倍にして、2倍じゃない、3倍だ。3倍にしよう。3倍は全部継ぎ込まないとならなかったっけ？あ、ここでならないの。で、テスラタービンか、まずは。で、次が、これだっけ？ここまでだな。735。で、ちょっと、彩りゼリーを買おう。どんくらい買おうかな。とりあえずまた50買って。まだか。ラグナロク。なんだそれは。なんだっけ？誰のセリフだそれ。どの場面のセリフかすら覚えてない。8000。7000。5000以上のは、いいか。高いのは、7000あったね。7380、あ、8000。これか？ハング、バルト・アンデルス戦後、ラグナロク、ラグナロク。ん？ラグナロクって魔獣の話か。そうか、それか。お、あと1で上がるぞ。あと1で上がるなら、多分他のを継ぎ込めば。他の。20。あと1000。多分1000で上がる。と、しょぼいのを全部入れよう。OK。で、モルボルバンドに。これ早く次のに強化してあげたいな。であとはちょっともったいないから、この辺、しょぼいのは、先、入れてしまおう。これは高かったよね。400。500。あ、でも合わせて1000だもんな。微妙か。
3倍にしても3000だもんな。ちょっとしょぼいな。もう今つぎ込むか。ちょっと今ゼロの状態だから、これで何個使ったら3倍になるか見よう。10個ずつ入れるか。それもなんかファングっぽいね。20個。25。26。27。28。29。足りてねえ。ちょっと待って。あ、違う。セーブじゃない。じゃ、これで40個分だな。どこまで？間違えているというか、足りてないだけじゃんじゃないか、それは。で、ああ、だからセーブじゃねえつ。で、36個か。なるほど。36個で、だね。そしたら、ちょっと一旦セーブさせてもらおう。次のはね、何個買ったらいいかがわからないからな。これだな。どれくらいかな？30個くらいで、カンストしそうな気はするけどな。どうなんだろう。91個。とりあえず40個突っ込んでみるか。え、乾燥しないだと？マジか。マジか、それはちょっと想定外だったわ。何まであるかな。違う、ショップ。ん？ 32 個。と、変えるだけ。あ、違う。改造こっちだ。あ、まだ乾燥しねえ。それは、ライトさんのセリフを借りたホープさんですな。どうしようかな。さ、
モルボルワンダだけこんなに強くしてもなぁ。これ、今どんだけ成長してんだ。あ、500いってるよ。脳筋スノーさんを100以上超えてる。200か。これはちょっとこいつだけ育てすぎだな。そう。それだったらアクセサリーにも回したいよね。とりあえずリセットして、とりあえずモルボルワンドにはしとこう。はい、今モルボルワンドにはなってんだっけ？どのタイミングでセーブしたかな？あ、モルボルワンドにはなってんのか。ライトさんですな。まあ、439になってれば、十分強いわな。というわけで、改造として、アクセサリーだ。防御系あげた方がいいんかな。サッズとの逃避行中のバニラですね。どうしようかな。何をあげたらいいんかな。ヘイストつくやつがあればヘイストつけたいけど。解体したら、序盤のサッツさんのセリフですな。何手に入る？何手に入るかが分かんないのか。これまた悩みどこだね。ただこのピンチ系がさ、使い道なさそうだからなぁ。解体してみよう。ん？これ何個ある？ 2 個あるよね。濡れた鱗。素材系になるのか。割れた。どうし3つあるなぁ。折れた骨。マジに。折れた骨。ドラクラ。草色の羽。チョコボの羽。あ、二つ出た。ストレンジフルーツ。それわかりやすいな。ホープだね。どうしよう。そもそもこいつ、これ全部生態系なんかな。あ、これ売る、売るの高いやつだ。いくらだ？あ、4000か。あんま高くないな。これ換金用じゃないけど高いね。
押し立てに戻って、これでいいか。とりあえずね。そしてどうしようかね。もうすぐ0時だな。ねじ伏せたのは褒めてやる、後で後悔すんなよ。ファングっぽいけど、どこのセリフだろう。ビル事故。あー。あれか。芝戦終わった直後か。あ、で、すぐそこに、なんかイベントっぽいのがあるな。ちょっとあれを見に行くか。一息入れっか。きれい。この花、覚えてる？ああ、オルバの村に咲いてたよな。もうすぐだね。グランパルスがこうなったのは私のせいだろ。え？この私だった。あの時ラグナロクになってコクーンを傷つけたのも、グランパルスをこんなにしたのも私なんだ。何言ってるの？思い出したんだ。使命を果たした時のこと全部な。嘘。みんな私のせいだった。バニラ。あれ、召喚獣戦。心が揺れたな。ほら、やっぱ図星じゃねえか。あ、バニラじゃなくてファングが。嘘はお互い様だ。お前は全部覚えてたんだろ。あれはファングのせいじゃない。悪い、話は後にしてくんねえか。あれ、二人。ヘカトンケールか。まあいいか、とりあえず。あー、ジャマ入れようよ。やるしかないね。相変わらずスロー入れさせてくれないの。もういいから入れー。あ、まずいね。お、ちょっと回復力上がった。上がった気がするね。おお、やばいやばいやばい、死ぬ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 。キャー、死んだ。マジかよ。結構攻撃激しいな。やっぱ防御力上がる
系をつけなきゃダメかな、そろそろ。HP じゃなくて。一息入れっか。どうしようかな。とねー。よし。今日ね、ここまでにしときましょう。改めてセーブしとこうね。改めてセーブして。はい。で、この続きを、この召喚獣戦からだね。をまた、次回、明日ですね。やっていこうかと思いますので。最後ね、ほぼほぼ作業枠だったけど。まあ、なんとか、進めていきましょう。11章の途中から、になるのかな。だね。はい、それでは、遅い時間まで、最後まで見てくださった方々ありがとうございました。明日ですね、また昼12時頃から始めたいと思ってます。また明日予約取ると思うので、それを確認してくれたらと思います。うん。で、明日は夜やるかはちょっとわからないんで、とりあえず昼は確保して、やろうかと思いますんで、またね、明日お時間ある人は、昼から見ていただけると嬉しいです。はい、で、今ご視聴の方で、まだ番組フォローされてない方で、また次回も見てやってもいいよっていう人は、フォローしてってくださいね。それでは皆さんお疲れ様でした。また次回の放送でお会いしましょう。またね、バイバイ。おやすみ。